今来ましたか下着見ましたかえーとねー、昨日下着見ようと思ったのね。で、つけたの。で、2分でやめた。オープニングでやめた。い今日じゃないっつって。今日じゃなかったんだよね。ちょ、ウォッチパーティーできたらできる俺見たいんだよ。ちょ、ウォッチパーティーできないんだよ。なんかね、寝とぶり限定でしょあれ。 できねえんだよ。俺も一人で見んのつれんだよ。普通にあれしようからテレビ持ってきて、あの、疑似ウォッチパーティーしようから。みんな今から見るよって。違法視聴しようか。いや、アマプラないんだよね。せーので同時再生して。 あの、第1話で人が死んだところ見て、それ、それまで見てなくて人が死んでパッて見て、もうそれでみんな見ちゃったんだよね。見たいんだよ。俺だって。100日後に死ぬワニ2週目する一番脆いじゃん、結局。100ワニが。100ワニ以上に面白いコンテンツ知らないんだよね。プペルはまだ見てない。 こいつらで言って、いいね、いいね。俺、いいコメントは、ピン止めし,していくって決めてんのね。こいつらの提案、クソつまんねえなこれどう言われてるとうこのストレートなやつ。俺、いいコメントは、どんどんなんか、クリップしていくって決めてんのね。お前、この前下着見て感想言ってたよな。なんかね、見たのね。確かに、7話までは若干退屈だったの。 だけど、一周してみたのね。そしたら逆に7話までが一番おもろかった。マジで。13話かな ?1 番は。うん。黙って13話まで見てほしいんだよね。見てない人は。 一回ちょっと見てみてくんないまだ見てない人は。あ、そういうことなんだあ、タイムリープなんだーってキャラクターは戦場が原下着でしょあとあの、顔が株みてえな女。顔が株み、株、顔が株みてえな女と、レオリオ、あの、プレオリオみたいなやつでしょ あの株みたいな女がいいんだよね。結構刺さってる。あと、トゥッテルーでしょ <laughs> それが俺の知ってるすべて。今俺の知ってるすべてを出したんだけど,どう、語れるかな <laughs> それしょこたんだ <laughs>。あ、ちげえ、それしょこたんだ。あれ っっってなたけショコタンも言ってんのショコタン言ってるよね <laughs> あ、ショコタンのトゥットゥルーの元ネタって、シュタインズゲートなの <laughs> 俺が一番最初に言い始めた。で、下着にパクられて、俺だ、小4から言ってるから、 で、多分パクったと思うのね、俺から。でもあんまりいい子なしじゃん、こういうのって。こういう業界。め <laughs> ぐと化け物、こうすけも実況してた。ええ。話題作だったんだね。<laughs> お前が実況してから話題になった。いや、あの、絶対、 え、コウスケがやるってことは生放送やってないから動画ってことじゃん。取りだめてるから。いや、パクられたの、俺が。やられたわ。ね、お風呂入ってきていいダメなら、もうキスして黙らしてほしい。